さんお疲れ様です。カプリです。暗いね。今4時20分です。暗いね。なんかね、最近ダイエットを怠ってます。また太ってきたな。いけないね。明日また職場見学に行きます。職場見学に行ってまたちょっと考えます。字が見えないよ。みゆまみみゆみゆまん50163。 iPhone をルーター代わりにするのはデザリングのことですね。そうそう、デザリングです。これは通信料かかります。これね、オフにしてるつもりなんですけど、その制限が来たんですよね。 Wi-Fi 無線ルーター購入してパソコンと接続することで、お部屋が Wi-Fi 環境になるので、部屋の中で Wi-Fi オンにすることで通信料が無料になります。Wi-Fi 環境でないのならオンにしても意味ないのですけどね。そうですね。Wi-Fi か、まあ、あるんですけどね。わかんないね、こんなのね。ロクシタンさん、久しぶりですね。カプリさん、覚えてますか？覚えてますよ。遅くなりましたが、無事公立高校受かりました。カプリさん、痩せましたね。痩せてないんです。痩せてないんだよ。よかったね。おめでとうございます。おめでとう。よかったね。春から高校生活だね。本当よかったね。本当におめでとうございます。今日はね、何もなかったですけど、何ですかね。また明日、職場見学に行って、ちょっと考えさせられるかな。もう、顔も、もう、痩せればね、もうちょっとこう、こんぐらいになればいいのにね。こんぐらいになればさ。今日はね、買ってきましたよ。乾麺の勢ぞろい。日清焼きそば。これ美味しいんですよね。昔からありますよね。それとね、塩ラーメン。札幌一番の塩ラーメン。これも大好きなんですよ。で、うまかっちゃんも好きなんですけど、九州かな、うまかっちゃんは。それとね、これ、チキンラーメン。これも美味しいんですよね。これ、片面が好きなんですよ、私。お湯入れて、あんまりこう、ふやかすよりも、硬い方が好きなんです。それと、これ。スパオミートソース。日清ですね、これね。これ食べようかな。それとね、キーマカレーをもらったので、キーマカレーってもらったので、それ辛口なんですよね。それもまあ楽しみです。また食欲そそられる。そっか、明日はね、ちょっと行ってこようかな。いいですね。今日は何を食べようかな。このスパオでも食べようかな。スパオ、これ初めて食べます。でもこれも捨てがたいな。
これも好きなんだよね。本当美味しいんですよね、チキンラーメンってね。美味しいんだよな。かわいいよね、これ。ということです。皆さん、本当にコメントありがとうございました。またレビューしますね。じゃあまた。ありがとう、コメント。ロクシタンさん、おめでとうございます。じゃあねー。